せーの、温泉ウォー。はい、林ここです。白川水菜です。せーの、温泉女子高生です。そして今回のゲストはこの方です。はい、声優の伊沢美香子です。よろしくお願いします。さて、はい、来ましたよ。今回は心霊スポットに行ってみました。はい、大丈夫ですか？見ましたね。大丈夫じゃなさそう。え、ちょっと不安だから真ん中から上来ようか。真ん中上来ようそうなんです。今日はね、ちょっとね、はい、心霊スポットでちょっと名高い旧吹上トンネルというところに来ました。もうなんかさ、なんだろう、花屋敷のさ、このお化け屋敷とかでよくない？本当に。なんで本物？だってここまで1時間半とか2時間くらいかけて、ね、パーキングエリア途中で寄りましたから、ね、本当に本格的ね。はい、まあ、ちょっと怖いですけど、まあとりあえず行ってみないとね、終わらないですから。そうね、とりあえずまあパッと行ってみよう。パッと終わらせましょう。はい、頑張ろう。じゃあ行きましょう。おまけなんてないさ、いい歌だね。可愛いじゃないですか。沢登りやんこれ。沢登りしてます。でもこのまま足元だけ見てたら全然どこにいるかわかんないよね。確かにね。怖っ。え、ちょっと待って、マジで水。え、でもその自撮り棒も怖くない？本当ですね。だって後ろにさ、誰か映ってそうじゃない？やだやだ。もう、もう光って光ってたもん。やめましょう、マジで。人がいる。まあ、一人加わってもね。一人加わるならいいですよ。いるよりいいよね。はい、というわけで、着きました。ここが、はい、旧吹き上げ止めです。うわぁ。なんか雰囲気ありますね、やっぱ。ね、人がもう誰もいないよね。本当ですね。なんか怖いね。水浸し。まあまあとりあえず行ってみましょうかってことなんですが、はい、ここで実はルールがありまして、ほう、ここ一人ずつ行ってもらいます。まずえで、途中で一人ずつ写真を撮ってもらって、自撮りで3枚写真を撮ってもらいます。え、それで撮ってきてから帰ってきてください。しかも写真も条件があって、うんうん、3枚とも違う表情してほしくて。なるほど。1枚目は真顔、うん、2枚目が決め顔、うん、で3枚目が笑顔です。うわ大丈夫、笑顔もできる。大丈夫、できそう。できる。好きなもののことを考えるんだよ、中で。そうだよ、もう、ね、もう楽しいこと考えよう。楽しいこと考えよう。もうこれ終わったらなんかくれるよ、多分。ご飯いや、多分くれるよ。じゃあどうする、誰から行く？まあ、ちょっと先行きますわ。お、行ってきます。ちょっとでもテンションで行った方がいいもんね、こういうのは。もう楽しい、めちゃくちゃ。よしよし、はい、でこれで、ね、この自撮り棒を使ってね、うん、みんなで行ってもらいます。じゃあ早速、はい、行ってみます。行ってらっしゃい。頑張ります。ゆっくりでいいからね、気をつけて。行ってらっしゃい。すごい、足取りにためらいがないよね。でもちょっと、この絵が怖くない？セーラー服の少女が。ねえ。え？怖い！誰も入れないですか？頑張って！あえ、この絵怖いね。怖い。っていうか、声めっちゃ響く。結構スタスタ言ってたけど声聞こえるね。結構喋ってますね。ね、うわ。でもなんか楽しい。え、あ、ここか。これ私たちずっと待ってて帰ってこなかったらうまいですよね。よし、ちょうど真ん中ら辺に来たぞ。え、なんか意外といける。行きます。ここですね。じゃあ行きますよ。はい、まず真顔ね。はい、決め顔、いいぞ。どっ、え、もう帰れる。私帰りたい。帰ろう。帰ろう帰ろうって言って。
意外といけたんだけど、超楽勝じゃね。すごい、またちゃんと歩いてるね。全然怯えてない感じする。おかえり。ただいま。めっちゃ笑ってる。めっちゃ楽しかった。本当にめっちゃ楽しい。なんかリボンよれちゃってるけど。走りました。途中で走っちゃった。めっちゃ楽しいです。おえ、これやばいかも。超楽しいです。ハマった。ハマりました。ハマった。全然大丈夫なんだけど。本物かな。一度テンションが全然違うけど。本当ですか。めっちゃ楽しい。本当超最高。え、次誰行きますか。じゃあ私勢いで行く。お、どうする。みずなちゃん行く。でもゆっくり行った方がいいもんね。どうする。どうする。こっちでもいいけど。でもじゃあ行きます。お、行く。大丈夫。大丈夫か。本当に。じゃあ、あ、自ら行けますか。なんかあったらこれで叩いていいからね。本当に息だから。そう、頑張って。行ってらっしゃい。大丈夫だよ。でも意外とみんなすんなり行ってるんだね。でも結構明るいんですよね。あ、ほんと。大丈夫かな。あ、怖い。怖そう。怖いよね。怖い。いやだ、もう行きたくない。頑張るよね。めっちゃ可愛い。頑張れ。大丈夫。いけるよ。すごいなんかこう切ないね、見送るのが。なんか悪いことしてる気持ちになるね。大丈夫。大丈夫。楽しいこと頑張って。頑張れ。すごい、すごい。なんかこう、なんだろう、この気持ち。母性っていうか、なんか、ね、なんかさ、こう悪いもんね。やだやだ、怖い。やだやだ。気をつけて。うわー怖い。手つなごっか。手つりたいね。よいしょ。怖い。え、でも意外と大丈夫じゃない。やだ怖いね。え、なんか楽しい話しようよ。最近期末の試験があったので、ずっと期末の勉強しかしてなかったんですけど。自撮りの画面見るの怖くない。出来はまあ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 って感じです。割とできました。80点以下はないと思います。でも大丈夫、歩けてるよ。もうちょっともうちょっと。怖いねー。怖すぎて嫌いですね。水漏れしてんじゃん。じゃあミッションしましょうか。じゃあ1枚目は笑顔。あ、真顔か。真顔。じゃあ行、3、2、1。うん、取れたね、きっと。じゃあ次は決め顔。いくよ、3、2、1。あ、取れたね。最後、笑顔。あ、もう笑顔ができそうだね。3、2、1。はい、OK。 はい、帰ろう、はい、帰ろう。はい、終わり。でも、お化け屋敷みたいに脅かされないからね。ずっと大丈夫。意外と自然を感じていいね。あ、でも怖い。え、トントン丸ですか。トントン丸、怒ったことですか。
え、友達にノリ全部使い切られたこと。チェックしてみてください。お願いします。高評価とコメントもお待ちしてます。はい、というわけで以上、せーの、温泉女子高生と伊沢美香子でした。